ごい良かったね。テーマ、テーマで。あ、はいはいはい、白のなんかあの貝殻のボタン、船でいっぱい、船のなんか素敵だね。はあ、はあ、はあ、このパフォーマンスを思いついたのはちょっと絵巻物でちょっと絵を描いたことがあって。まあ、それはあるちょっとギャラリーのところで空いている時間にその和紙にこう絵を描いたんですけど、まあ、なんか20メーター以上もっとあるかと思いますけど、でその絵を見ていてこう自分で詩をつけたものなんですけど、でその詩っていうのが、太陽の化身で、その冒頭最初が、ね、雨の日も晴れの日も雪の日も嵐の日も凪の日も太陽と共に野に降りて大地を育て風と共に戯れて明日へ羽ばたき夢を見るという詩をつけたものを、まあ、体を使って表現しているっていうのは、はい、ありがとうございます。
まり英語ではないですけど。バナナボートはあのトリニダード・トバコの、うん、あのカリプソのリズムとか言って4分の3拍子ですよ。こんなんらしいです。だからもう早く家に帰りたいな。バナナの積み込みの重労働らしいね。